はい、こんにちは、アムです。今回は UBI で2019秋葉原のベルサールさんで開催されているイベントにやってまいりました。今回コスプレがね、テーマ、一つ大きいテーマということで、私ね、サバゲーもちょいちょい遊びに最近やっておりますので、ちょっとね、コスチュームの研究も含めて、はい、あとは新作ゲーム発表もね、あるみたいなので、そういう調査も含めて行ってまいりたいと思います。では、ね、行ってきます。新作のステージがやってますね。一応3本か3本漢字の3って書いてる。そういう日本人受け取れますね、確かにね。マルチタイトルフォトスポット、合成みたいにできるんですかね。いやー、いいですね。フォトスポットなんかなりきった感じで、ちょっとね、がっつり装備で大興奮。こんな感じでね、装備がまだ準備できてなくても、こうやってね、ちょっと体験できたりして大興奮です。もう、あれは何だろう。お願いします。お願いします。デザインお決まりですか。これこちらです。はい、ではちょっとひんやりします。はい。私有はゴーストコンブレイクポイントの私有ですね。ちょっとやっていきたいと思います。ということで試遊してみたんですけど、初めてやったのですぐ死にました。まあちょっと練習が必要ですね。ただグラフィックめっちゃ綺麗だったし、動きもねかなりスムーズだったので、ちょっと面白そうな感じでした。30分で1人できるみたいなので、結構ね、慣れてる方はがっつり遊べるんじゃないかと思います。まあ続きましてはウォーカー役の中田和也さんです。ウォッチドックスレギオンよりドーバ役のインゲさんです。もう歩き方もマスターされてる。さあ続きまして、クラウンスカル役の岡崎優さん。今日はね、ちょっと隠れてしまってますけども、やっぱセタッコ、おおでしょ。うわー、いいっすね、かっこいい。さあそして最後、レインボーシップ
ングシーズンよりアリバイ役の山口萌也さん。イエーイ。イエーイ。エレコシックスシーズンが好きということで選んだ理由は？そうですね、いろいろあるんですけど、やっぱりエラが一番可愛いかなと思ったので選びました。どうですか社長、こちらエラコさん可愛い。もう以上、率直に可愛い以上。エントリーナンバー4番ギルギアさんで参戦でございます。オリジナルキャラクターレギオンのオリジナルキャラクター、あーいいですね。あーいいですよ、胸の文字も素晴らしい、いいですね。いいよ、15巻ございますよ。ございます、来ましたね、ウォッチドックス。Join us, we are dancing。 いやー、決まってますね、こちらはね。イエーイ。おー、ご飯がありますよ。カフェラテ、ラテアート。ここはゴーストリコンブレイクポイントの肉、揚げ、がっつりスタミナ系ですね。めっちゃ美味しそうな匂いする。あとはシドックスレギオンの、こっちもバーガー系ですね。がっつりなんかロンドンっぽい感じにしてるのかな。フィッシュ&チップス美味しそう。それぞれ書いてもらえるみたいですね。2番のゴーストリコンで、はい、アームでした。また次回の動画もお楽しみに。バイバイ。